エッチ。ああ、早速ドラゴンの力を利用しようってか。いい加減にしろよ、このクソ親父。気をつけろよ。どうせろくなこと考えてないぜ。君か、エッジ君というのは。あ、まあ、とにかく入ってくれ。息子が随分世話になってるようだな。きちんと挨拶すべきなんだろうが、何分時期が時期だけにな。本題に入らせてもらうよ。君も知ってるだろうが、この町に帝国と名乗る一団が来た。彼らはこの町を明け渡せと言っておる。ふざけた話だ。帝国の噂は今までも聞いておる。その冷酷なやり方もな、評議会でも降伏すべきという意見が主流を占めつつある。我々が戦っても勝ち目がないというわけだ。だがその帝国も敗北したことが二度だけある。あのバカ息子の言うことが本当なら、君に頼みたいことがある。そのドラゴンで奴らを蹴散らしてほしい。いや、無論ただでとは言わん。聞けば息子と同じく9世紀の遺跡に興味があるとか。もし君が帝国軍と戦ってくれるなら、この町にある遺産を見せることができる。君が探している塔とやらの手がかりになるかもしれん。どうだ、頼まれてもらえんか。わかった。僕も帝国に恨みがないわけじゃない。奴らと戦うよ。本当か。いや、この町のすべての人間に代わって礼を言おう。帝国軍はウルの北西にいるはずだ。あそこは早朝霧が立ち込める。その時期を狙っていけば近くまで気づかれずに行けるはずだ。頼むぞ、エッジ君。ああ、ちょっと待ってくれ。少ないが準備に使ってくれ。ただし、このことは内密に頼む。私の話もドラゴンのこともだ。くれぐれもよろしくな。